全部は紹介できないんですが、その中で一つ、シェルパ民族の歌とダンスだけを皆さんに紹介すると思いますので、ぜひよろしくお願いします。またもう一つは、皆さんに分かってほしいは、なんで山に荷物を運ぶ人にシェルパ言うと、1957、今からだいたい71年前に、世界の一番高い山、エベレストはどこだ人が、シェルパ民族です。と一緒に、と、ニュージャンのヒラリさんです。で、シェルパ民族はだいたいヒマラヤの近くに住んでるんだから、その時は、ヒマラヤの仕事する、ヒマラヤで仕事する人はだいたいシェルパ民族の人が多いんだので、その時、海外の人とか山の仕事する人はシェルパですけど、でもシェルパは民族ですとは多分知らなかったです。だから今みんなさん勘違いしてシェルパは民族ですとは世界ではあんまり知らなくて、それは私日本の皆様にネパールの皆様よりも日本の皆様に全員聞いてほしいです。これは何のためにこのこういうことをやりましたよと、私たちの方ができるまで日本の皆様にネパールに来てほしいです。ネパールでいろんな日本よりも文化が違うので、いろんな世界遺産とかあります、ヒマラヤとかあります、いろんなその民族のこととかあるので、ぜひ皆さんあここに来た日本の方ぜひ一回ネパールに行ってください。お願いします。それで